アドマヤオーラとは日本の競争馬である。2006年11月4日、安城に竹豊を迎え、先行してデビューガジを収める。続いて、中京を2歳ステークスに向かうが、中段追走から直線鋭い末、足を繰り出すも、大和スカーレットに半馬審査を及ばず2着に敗れる。2007年の初戦は、重賞初挑戦となった、新山記念。 主戦騎手の竹豊が、前年12月に開催された香港競馬での騎手、招待競争のアクシデントで、騎場停止処分を受けていたため、反、アニアドマイヤジャパンに騎場経験のある、岩田厚生に乗り換わった。前走で先着を許したダイワースカーレット、前年の朝日ハイフューチュリティステークスで構想した、ローレル・ギレーロに次ぐ3番人気での出走となったが、今度は、 ダイワスカーレットを完璧に差し切り重症発生覇を挙げる。続いて、サツキ賞トライアルの弥生賞に出走すると、道中は中断に控え直線で早めに先頭に立ち、外からココナッツパンチが迫るともう一度伸びて完勝。断然の一番人気に応え重症二勝目を挙げると、共にサツキ賞の優先出走権を得た。続く、サツキ賞では、 無敗の負債地方王を抑えて一番人気に支持されたが、レースは、負債地方王を、アドマイアオーラがマークする形で二頭が、後方に控えるという展開になり、互いに牽制し合っている間に、レース途中で花を奪ったビクトリーらに逃げ切られ4着と、敗戦した。レース後、竹豊は、位置取りが悪くなってしまったと語った。東京優駿1週間前に安城が、 武豊から岩田厚生に急遽変更された。レースでは、中段から鋭く伸びはしたものの、先に抜け出したウオッカ、そして逃げて粘る浅草キングスを捉えることができず三着に、敗れた。後日レース中に、左腰を骨折していたことが判明し、療養に入った。骨折は、軽度のもので、10月26日に帰休し、12月8日の鳴ル記念で、 実戦復帰を果たす。復帰戦は、同馬種のアドマイア富士と同着の3着に入った。2008年は、京都近輩から始動。一番人気に支持されたが2着に敗れた。しかし、続く京都記念では、中段から直線で鋭く伸び復帰後初勝利を、重賞勝利で飾り、レース後の2月28日にドバイティフリーへの追加選出馬となったことが発表された。 同じく、ドバイデューティーフリーの選出馬となり遠征する奥から3頭と、共に3月15日に出国し、3月29日に、レースが行われた。レースでは、馬群に囲まれ、後方からのレースとなり、そのまま抜け出せず急着だった。レース後は遠征は3頭と共に4月3日に、関西国際空港に到着し、ミキホースランドパークで、輸入検益を受ける。 当初は、クイーン・エリザベース二世カップへの出走も視野に入れられて、板が回避した。そして5月31日の金シャチ賞に出走、一番人気に支持されたが、道悪の影響もあって直線伸びきれず6着に、敗れた。6月12日には、第49回宝塚記念ファン投票の最終結果で9位となる29,923票を獲得したことが発表され、 6月29日に行われる宝塚記念へ出走したが、再開の14着に敗れる。また、レースより4日後の7月2日に、右等速手根骨骨折りが判明し、療養に入った。その後回復し、11月6日に、立東トレーニングセンターへ帰宮した。2009年は、前年同様京都金杯から始動。一番人気に支持されたが4着に敗れた。 その後、連覇がかかった京都記念に出走予定だったが、ババ入場後に故障を発症、競争除外となった。その後、長期休養に入る。5月29日の金社地賞で、長期休養から復帰、道中は、中断で待機するも、直線で伸びきれずアーネストリーの5着に終わった。続く6月27日の福島テレビオープンでは、 後位追走から4コーナーで先頭に並びかけるも、直線で伸びをかき3着に終わった。その後、8月1日の小倉記念に出走予定だったが、馬場入場後に故障を発症し、自身2度目の競争除外となった。8月29日の新潟記念では終始広報、追走のまま17着と、との負けに終わった。九月二日付で競争馬登録を抹消。 優秀スタリオンステーションで種ボバとしてつなぎをされることになった。2014年にサンクがデビュー。2014年5月29日門別競馬第8競争 JR a 認定アタックチャレンジでコンドルダンスがサンク初勝利を挙げた。2015年2月28日、左前足を故障。その後経過観察を続けていたが回復しなかったため、 3月3日に精密検査を行ったところ肩甲骨の粉砕骨折が判明、予後不良と診断され安楽死の処置が取られた。太字は GIQ 競争を表す。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。主な兄弟。ありがとうございます。